お疲れ様です。今日はですね、こちら、新エタイウォールブレイカーキーやっていきます。さあ、こちらのね、ゴブリン、ヤングフキア、スケバレウォールブレイカーでね、まあ、相手の呪文を、まあ、枯渇させていくようなデッキなんですけど、これがね、今、まさかの世界1位でいたのよ。まさかのね、やばくない?やばくない?やばいのか?やばいのかどうかはわかんないんですけど、これで世界一すごいなっていう、単純にね、そう、なんか使われるんですけど、やっぱ結構いろんなプレイヤー使ってるんですけど、結構やることシンプルで、ワンチャン同じ対決もありますよこれ。ほんと親衛隊セパして、ギャングセパして、まあ、どっちかにスケバレ飛ばしたり、ウォールブレーカーセパしたりみたいな、もう結構ね簡単なんですね、やることがシンプル。セパセパセパして、スケバレ飛ばして、吹き矢出してみたいなしとくだけで意外となんとかなっちゃうみたいなデッキなんで、本当にこれで世界一いけんのっていうちょっと疑問を抱きながら今日はやっていこうと思います。よいしょ。この吹き矢がねちょっと強いんですよね。サボんなよ。よしよしよし。で延命しちゃう。ああ、相手のディガーの位置がケツだった。これはね仕方ない。でアウトローギャング、ディガーなんだこれ。逃げる、さすがに逃げよう。これは一応爆弾もプリンスに当てていく。なんだこれ、アウプリ枯渇か。え、ちょ待って待って、やばい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 、天才天才すぎるんだけど。コウモリいる。なんだこれ、メガナイト。いやでもメガナイト、やっぱじゃあ反撃だったわ。出てましたねそういえば出てたな。いや天才プレイヤーかもしれない。いきなり読み打ったね、やばいね。いやしかもこの逆サイディが洒落てますね、プレイが。今んとこピンチですけど、まあ雑に新鋭隊をね割くのがいいですね。1周目はやっぱ限界突破の新鋭隊が強いので、ここねワンチャン端前狙っていくのもありなんじゃないかなっていう思いがあるんですけど、アウトローかー、まあやめとくか自陣でガールを仕留めながらのこの親衛隊は強いんじゃないかなと思いながら、いやーいやーね、なんかこの、いや早く撃入っちゃったよーっていう。頑張れ親衛隊、お前ならいける。カツンカツン。え、しかもそれ入るん、やばい。延命したいこれ。いやウッドあんのかよ、やばいやばい。メタにも程があるだろ。ちょっと待ってくれ、まさかのローリングってある。ウッドともう一個ファイボか、いやないか、そこまでは。おっ、ミスってる。でかい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 。いやあるんかい、あるのは渋いな。あ、しかもこの困った時の防衛発撃ね、困ってもないか、一旦しとこう。防衛発撃が強えのよ。撃ったるかんな、俺が撃ってほしいわ。まあこれは結局撃っ止まるんでステイして、よしよし。いや全然ありますよこれ、こっから勝てる可能性ね。それがクロロですから。あー、もう相手ビビってますね、俺にビビって。防衛迫撃しかできない体になってるよ。撃っちゃおうかな。呪文がファイボだけなんでね、相手のウッド系がちょっとだるい。マジで雑に行こう、雑に行くぐらいがこのデッキ強いです。え、待って、左がちょっと入ってる。なんで左の方が入っとんっていう、この許容か。結構入るぞ、マジであるよ。追い上げてきた。いや見えない。いやスケバレも飛ばす。マジでこの雑ぐらいがほんとちょうどいいので、あれ絶対ウッド使いたいからこっちにもうポッパ。そしたらなんか親衛隊が入っちゃったりして勝っちゃったりするんですよね。いやマジで勝ったわ、やばいや、なんで勝ったん、やばすぎ。
みたいなデッキです。いやマジで結構セパしてるだけで、まあ、あとはスケバルとオールブレーカーを飛ばすんですけど、あんま考えてないんですよね。キンキでかいで、また枯渇いけーね、やね。呪文5だけだからさ、しかも今回相手はテスラか、絶対なんかあるでしょ。インフェだったらでかいけどね、深淵隊すげえ刺さりそうで、これ1周目の深淵隊ちょっと雑に下げます。はい、2周目の限界突破がメインなんで、これが別にプリンセスとか、まあ、ボムタワーで回収されようが、まあ何でもいいんですよ、ここはね。ファイボ飛んできたんだけど、なんでファイボなん、やばすぎるだろ。なんで俺にウッドファイボの枯渇が来るの、やばくね。普通にロケやん、環境は。環境はというか当たり前にロケなんですよ。枯渇のファイボはね、クロスにも勝てないし、このホグとかにも勝てなくなるし、弱いんですよ。それをね教えてあげたいんですけど、うん、普通にファイボの方がきついっていう俺の場合なんでやねん。え、やばすぎ、ちょっと待って。でまあセパして、セパして考える。え、吹きや、え、取れる、え、でかい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 。しかも新鋭艇がカツンカツン侍、この新鋭艇がちょっと強いんだよね。やりこみ許容します、魂の許容。いやーマジでその嫌な LSP、 いやマジでワンチャン勝てそう。なんか知らんけどめっちゃ押してます。だいぶ謎いぞ。テスラだとさ、どうなんだろう、止まんないのかな新兵隊が。そんなこともないよな、相手が受け見捨てたよな。よいしょ、よしよしよし。スケバレのこのね落下ダメージが強いのよ。で限界突破ないとはまあ知らない、適当にね。だいぶ効くんだよ、うい、よしよしよし。限界突破ないと強いな、ちょっと待って。まあこれ相手のセブンファイブ来るタイミングで防衛ファイブすればいいんで、俺は正直。まあこういうね、うっ、一旦ピンチは確実に。やばい、なんかプリンセス多い。いやでも新兵隊走れる、うい、いやこれが強い、新兵隊強いのよね実は。前、全然前じゃなかったわ。オッケーオッケーオッケー、いや耐えた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 。ファイボウッド嫌だけどね、全然なんかなんか強いのか。まあ、世界1位が使ってますからね、デッキパワーも多少あると思うんですよね。さあ苦手デッキ練習の民ね、よろしく。まずは新兵隊で行くかオールブレイカーで行くか悩むんですけど、まあ一旦オールブレイカーでいいか。限界突破でも出したいんで、もうちゃっちゃ出しちゃいます。はい、でギャングセパも視野に入れつつ、スケバレどっちかに飛ばせばねいいですから。アウトロー今日ちょっと多めか。はい、でまあ、あの気持ちいい程度のセパしておきます。うざいでしょ、親衛隊の後ろにさ、このゴブリンが2、3体ずつぐらいこうチクチクくんのって。さあインドラね、そしてインドラボンカースケラかな。え、取れなかったらやだい、うー、なかったの幸せです。いやまあスケラっぽいね。で端前でゴブリンとかウォールブレイカー出してちまちましちゃってね、だるいだろうなこれ。アウトローいましたね、てかアウトローファイボで仕留めたら新鋭隊フィーバーありますね。まあボムがあるんでめちゃめちゃいいとも言えないんですけど、マジ暇すぎてファイブ打っとくわ。でボムを使わせるスケバレ、そしたら次の新鋭隊ちょっと強いんだよね、使ってくんねえか。はいはいはい、まあまあまあいいでしょう、いいでしょうと。いやウォールブレーカー行って新兵隊使わしたいな、固める。
親衛隊じゃない、ボムタワー使わしたいんですけど、全然使ってくんねえな。まあ、さすがにか。親衛隊ある相手だもんな。そんな雑には切れないよと。どうしよう。いや、まあ雑に攻めていこうや。あ、そう、ボム使ってくれる。しかも一応スケバレルート強制の位置にやってるから、釣れない。でかい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 。これの、ケツ親衛隊強くないですか？相手のボム、まあ無理やり回されるんですけど、そのボムを出してくる逆に、スケバレとか、ウォールブレーカーを飛ばしていきたい。ファイブ落ちてな。ファイブねえわ。ていうね、ファイブねえ。やばい、俺の吹きは行かれないで。俺の吹きは行かれそう。よしよし、吹きは残んの、マジでいけ。これさ、無理やり回せばさ、もう一周いける。やばい。あー、ポイズンね。溺れた。ギャングごめん。いや、でもマジ、相性だけはね、ものすごい良さそうなんだよな。ファイブっちゃうかな。相性だけは良さそうだけど、ゴブリンが飛んでいっちまうと、話が変わっちまうんだよね。いやー、ボムが強いのよね、これが。あ、もうゴブリン？ゴブリンが褒め出てる。まあ、死ねて出してみるか。お願い、これボムで守んないとし。オッケー、ボム被害だったら全然いい。まあ、こっからはまたセパレートパーティータイムだよね。あ、やばい、なんだこのヘナチコファイボ。神ファイボになるってことだったのに。いや、てか新鉄よ。走れる走れる走れる。くつーん。え、よし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 。で、まあこれまたゴブリンか。使わせる。スケバレー、ちまちま攻める。これ一生攻めていけばマジでずっと俺のペースになれる。ファイブ打っちゃう。で、ゴブリンとフキアがマジスケラメタなんで、さすがにこれ守れるっしょと思いながら、うん、カツン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 。ウォールブレイカー入りそう。やばい、お願い、もったいない、そのスケバレ。うっ、もったいない、おばあちゃん出てきちゃうって。よいしょ、カツン。いやー、マジでやばい、ウォールブレイカー固まった。どう考えても相性だけで勝ってます。全てがきつそう。やばいな、これ極めたら超強そうじゃないですか、このデッキ。いや、どう考えても相性がいいんだよな、これに関してはね。さすがにね。でもなんかボムタワーで美味しくね、ウォールブレイカー、スケバレー、親衛隊が一緒に処理されたりとかされなかったら、めっちゃ強そう。仮説キッズ多分基本的にね、ファイボはあんま使わないで、ユニットで攻めまくるイメージの方が強い気がすんな。相手がウィザードとか持たれてても、親衛隊セパ、ギャングセパからの、ウィザードのいない方にウォールブレイカーとか、そこでファイボを打つんじゃなくて、一旦ユニット追加が強そう。のセパ。一旦セパレートして考える。あー、スケキンとか嫌い。です。ギャングセパさ、これやる意味あるかな。まあ、やっとくか。なんかこれはもう儀式というか、なんかやんなきゃいけないことな気がする。親衛隊からのギャングセパ。うちの槍ゴム残しちゃうよ。うわぁ、エリゴレやないかい。ただのエリゴレやないかい、あんた。エリゴレこれ止まるかな。え、いや、でもホバリングのエリゴレもね、いるんですよね。いてー、変な気をしたか。でもこれゴブリンもだいぶ強いよ。マジエリゴレ、あ、でもホバの方がファイボで飛ばせるんで、ホバは
でかい。ババスケキン、ちょっとだるいのかな。いやー、これうざいんじゃない？無視するにも痛いからね。ここの飛んで、スケキンを処理する。うん、処理させてや。相手ファイボレージとかだと思うんで、吹き上げして。え、支援隊優秀すぎ？こっち寄ってきてる。あ、でも俺ソウルコールきついんだよね。あの、小物がないからさ、小物じゃない、呪文がないからさ。よ、でもタワーが優秀、タワーが。あぶねえ、スケキンがきついっていうやつですね。いやー、マジで、だるいな。ヤハイブレイジ？これ？なんかある？ファイボー！いや、めっちゃちゃんと守ってくるタイプの人間。チクチク攻め。いやー、まあ許容できるもんな。うわー、これ止まるか。ヤハイブレイジ超だるくないですか。キモいなー、その方。お、潜れなかった。あー、マジ。あー、来てそう。もう、定期的に来るエリゴレがね、だるいのよ。3ステンなのもだるいのよ。ほんと、世界上位がね、まあ、エリゴレとか、エリポンゴレとか、何？こういう親衛隊のセパセパセパーみたいなデッキですからね。厄介な環境なのよね、今のね。メガナイト強い環境来ねえかな。俺の好きなカードだけ強い環境来ねえかな。さあ、枯渇です。姉妹親衛隊もありだな、この流れ。なんか相手が範囲攻撃系を割いてるんで、この硬いのしか受けがなかったらちょっときついんじゃないとか思いながら、ハイスピちょっと入んないかな。いや、結構入るんだよね、これが。でも、よし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 、しかも、ウッドを割いたんで、しかもこの位置、おいしい。あー、それだるいね。タゲそっち行っちゃう？やばい。ひどい。ハイスピじゃなくて、ハイスピ。ああ、まあ、さすがにこれは無視からの。いやー、端前親衛隊めっちゃ刺さるんだけどね。あ、これは、無視からの。まあ、潜ってもよかったなー、正直。いや、てか、マイティでさ、ナイトって、こんだけしか削れんの。マジ？俺、マイティへの信頼ちょっとあったんだけどな。で、吹き矢が負けそう。いや、ここで、バレル飛ばしてくんねえかな。いや、結構それは、やりすぎ、ベイビー。マジきついぞ、相手。で、右にウッドっしょ。インフェか。えら。いや、これでも。いや、マジではみ出てる、全部が。全部がはみ出てるって。攻めすぎちゃったんじゃないですか、お兄さん。いや、さすがに相手、イケイケすぎたよな。うますぎて、ちょっとやばいように見えたんですけど。いっぱい攻めとけばね、うまく見えますからね、結局。よいしょ。よし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 。さあ、つってまだ負ける可能性も全然あると。これ守ったら相手がロケット打たないといけなくて、チャンスタイムってことでいい。うん、チャンスタイム全部打った。よしよし、ウォールブレイカー。いやー、しかもはみ出るよね。いや、でけえ。新兵隊ギャングウォールブレイカー、セパするだけ強すぎだろ。なんだろう、
これでいいのか。結論出ましたね。親衛隊ギャングオールブレイカーを一旦何も考えずにセパレートしろ、そういうことです。おお、なんか独特なタレ来た。まあキングビードをしたいのか。いや全然そういうんじゃなかった。スケドラタル、なんだろうね、私には分かりません。まあでもトルネア、あエリコンゴレです。もう多いのよあんたたち。宮北、これキング起動したいな。あ、ただの風船になっちゃった。持ってね。いやースケドラーいるもんね。一旦ファイブ打っちゃう。お、それは本当？まことですか、お兄さん。あ、でもマイティちょっと強いか。どうなんだろう。なんかあんま守れる自信ないんで攻めちゃうけど、相手のスケドラの位置なんで？すごすぎん？俺の逆サイスケバラ読んでましたかのような。強いね。なんか初めからユニット出されてるだけで苦しいな俺が。エリポン打って相手のペースに合わしちゃうよ。まあ守ろう。なんかマイティあるし防衛ファイブもあるんで、なんか守れる自信、守る気しないと言ったんですけど守れます。でライドラの感電を防ぐ盾。本当は限界突破したかったな、ここで。で、ライドラの感電を防ぐ。おい、マイティ働いて？マジでサボるやん、あいつ。ライドラに感電してもらってサボってやがる。いやマジなんか嫌な音鳴ってるわ。ありがとう言われてるし。マジで一生強いやんゴーレム。エリコンナイト、お前いつまでカチカチ言ってんだよ。おーい、もうやだー、こんなのばっかやん最近。やだー、強すぎんかい。9位強そうだね。まあだがしかし、あともう1週間もせずね、新環境になります。はい、もう全員来て。エリポンゴレなくなれ、エリゴレも消えるなさい。はい、メガナイト強化してくれや。いやーこれいらんかったか。お、マジでエリポンゴレとか言わんよな。マジ可能性あるんだけど、エリゴレもあるよ。そういう環境なんだよね、本当に。悔しい。これに勝てない自分が悔しい。さすがに延命するけど、延命できない自分が悔しい。エリポンうざい。エリポンうざいから無視。もう。さっき守ってダメだったからね、もう攻めまくる。もう守ってこないのだるい。ちょっと待てよ。いやこれはエリポン勝つ瞬間に逆ブーです。で固められてキングおられる。マジで可能性ある。いやこれエリポンちょっと壊せんのでかいな。まあ守り方は知らない。でけえ、いや待って、なんか変なの来た。
おい、ナイト、お散歩の時間、後ろに歩くの遅いか。いや、まあまあまあ、全然いいでしょう、これで。ダメージが来てるし。お？ライトレアなんだよね。勝てん。俺にヒットじゃ。エナチョコスケバレして。スケバレだけね、仕留めたらね、ちょっと、いいんだよね。キングも視野に入れていこうとこ。気づいちゃった、もしかして。キングを削るのが重要だってこと、もしかして。ガチで歩くない？ないかな。来る気もしたんだよね。でもこれさ、ちょっときつくない？で、逆行くんですよね。で、ウォールブレイカーはこっち。タルババ？ウォールブレイカー？え？全然刺さらんやん。やばい、真ん中これくるこれ絶対。いや、後ろからー。やるねー。ブレイ硬いねー。うん、強すぎる。うわ、マジで終わる。いやー、うちにはマイティがいるんです。耐えてます。ギリマシギリ、どう見ても絶望。いや、絶望は絶望と思ってしまうから絶望に感じるだけで、天国なのかもしれない。何を言ってんや、うるせえよ。ほんだる、絶対滅する。支援隊を走れる、絶対滅するし、支援隊を走れる。で、めっちゃ攻める、うん、きつい、攻めなきゃきつい。マジでわからん、マジでどうなってるかわからんけど、ひたすら攻める、ひたすら攻める。前も蹴んない、マイキ蹴ってた。オーケー、落下、ウォルブレか。うーい、あぶねー、あぶねー。立ち回りでワンチャン、うーい、気持ちいい。というわけで、世界一位の使ってる新兵隊小物いっぱいね、皆さんもぜひやってみてください。チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。またね。